今日は書けるようになる壁を破るコツ、というタイトルでお話します。私もここに書いた通り作文なんて大嫌いでした。これはね、みんなよく言うんです。国会議員の先生方でそれこそそういうふうな、子どもたちの童話とか、読書感想文なんか応援するような先生方が作文って嫌よねとか読書感想文って嫌よねとかそんなことも言います。で実際ね、やっぱり書くって言ってマス目の原稿用紙前にしたら何書いていいかわからない、そういったことはいっぱいあると思います。私もここに書いたように、子どもの頃から、新聞記者を目指すまで、まともな文章を書いたことはありません。だから皆さんも安心してください。新聞社を受験するただし1年前から、作文の熱血指導を受けました。本当にね、これは大変だったですね。いつも、その、授業がある前の日は徹夜しました。新聞社に入ってからも書くことには随分苦労しました。読むことと書くことは直結しない、クエスチョンマークにしてます。つまりね、いくら読んでも書けるようにそのまますぐなりません。その間に大きな断絶がある。ただし読んでることは蓄えられてますから、それを使う方法っていうか、その間に架け橋をちゃんと渡せば皆さんも書けるようになるということですね。断片的な知識とか、それともまとめる力、共通するキーワードを抽出する力というのは必要になります。それが要約力です。新聞社というところは、新聞社を地方支局に配属します。それまでに研修というのは20日間ぐらいあったりするんですけどもね、そういったものは実践に出た場合にはほとんど役に立ちません。もう先輩方について、1週間ぐらいは回りますけれども、あとはもうほったらかしっていうか、どんどん原稿を書いてきて、それをビリビリに破られてくずかごに叩き込まれて罵られて、そういう罵倒される一連でした。2年近かったかな。私は広島支局4年間いて、それから編集、見出しを作ったり、それから記事に手を入れる、セリブっていうところがあります。ここに4年間、それから社会部に配属されました。社会部に出た時に私それまでと記事の書き方は全然違ってるっていうことに気づきました。記事を書く時に、それまではね、やっぱり記事の構成を考えて、前文、それから中間で何を書くか、最後どういうふうにしようかというようなことを考えてからじゃないと、とてもじゃないけども書けませんでした。そして書き始めたんですけれども、実は頭のここから糸をスーッと紡ぎ出すというか、引っ張り出すようにね、スルスルッと書けるようになったんですね。で、30行の記事を書いてっていうふうにまとめてっていうふうに言われたらば、ぴったり30行、1行も足りず1行もはみ出ることなく書ける、そういう能力を身につけてました。やっぱりこれは一体何だろうって随分私も考えたんですけれども、記事をひたすら実は削るっていうのが、その社会に出る前の4年間やってました。セリフっていうのはね、みんな毎日ただただ一生懸命記事を削らなきゃいけない、というのは、実は統合版という、そういう版があるんですね。これは有刊と長刊の間に、例えば広島の奥とか、島根県の奥とか、高知の山奥であるとか、そういった有刊の配られない地域、そういった向けの紙面というのがあります。有刊と長刊をはっきりとドッキングしてるんですね。ただし、例えて言うと、今日の有刊があるとします。昨日の夜の長刊があるとします。統合版というのはだいたい午後4時ぐらいから、要するに作業を始めて、それでだいたい12時ぐらいまでに終わります。それもうちょっと前に終わる時もありますけれども、その時間帯にその前の日の朝刊でも、遅く起きた記事っていうのはその統合版というのは入ってないんですね。その中でも大変なニュースっていうのはあります。そういったニュースを入れる、それから有刊で新しく入った記事、これももちろん入れなきゃいけない。それからそれだけじゃなくて、全く真っさらピンの、っていうふうな記事っていうのはいくらでも起きます。
例えば私がやってる時の東郷版でも、上海で、高知学芸高校の修学旅行の一行が、列車に乗ったけれども、それが脱線して、高校生が、たくさん死んでいます。一方はそれです。そんな時はそれまでのやつを全部振り捨てて、それで使命を作り直さなきゃいけません。ただし、そういう枠っていうのは決まってます。よく私が言われたのは、一章のマスに二章も三章も入らん、ということは長官有官の記事をひたすら削らなきゃいけない、それでそれもちゃんと記事になってなきゃいけません。必要な要素はちゃんと残してひたすら削る、そういう日々を送ったんですね。文章ってのはこういう一本の木みたいなもんです。中心的主題っていうか主張っていうのは真ん中ありますが、枝葉を伸ばすように横道にそれて具体例を挙げたり解説をしたり、それからそのこういうふうに言ってる根拠はこういうことなんだよって言ったり、それから補足もあります、付け足し、それから繰り返すこともある、そういうふうな流れで言うと、この幹の部分って一体何かっていうと、何か問いかけがあって導入部があって、そして中心的主題、そういうふうなものだけであるっていうのが幹です。この文章の幹を自分の中でどれだけ確認というか、要するに感じることができるかによって書けるかどうかっていうのが決まってくるというのが、私が編集整理の方を通過してしばらく経ってから分かったことです。で、これがいまだにこういうことなんだなっていうのも私自身よく分かってます。だから何か物事が起きると、これの一番のポイントは何だろうというふうに私は考える癖がついてます。例えばこの間地震が起きましたね、大阪北部地震。その時に私は真っ先に考えたのは、一番大事なのは何か、その場にいる学生、教職員、みんなの命を守るっていうのが一番大事なこと、そこからスタートします。そういったことと同じように、文章の枝葉を切り取り幹を残すという癖をつけておくと、今自分が対処 しなければいけないこと、その中で一番大事なのは何っていうのがね、パッとわかるし、それから伸ばすようにやればいくらでも文章っていうのが書けるんです。で、そういった要約の練習で何が得られるか、言葉の重みに対する感覚が鍛えられる。で、一体どこを削ってどこを残したらいいかっていう、そういったところも分かります。さっきも言いましたね、解説的な部分であるとか具体的な部分であるとか、それから、前歯根拠であるとか、そういったものっていうのを削ることができる。要するにとか一言で言えばとか、そういったものっていうのは、要するに幹の部分、最後に残るのはこの部分です。で、これが皆さんの国語力、書く力を鍛える最上の方法です。で、結局ね、私もいろんなセミナーとかいろんな国語の関係で、先生方が学生諸君にレポートを書かせる、そのためにどういうふうにしようかってんで、いろんな方法を皆さん考えてます。ただそのセミナーに私参加してて、先生方みんな言ってるのは、いろいろと教えてやってるんだけども、結局最後の、そういうふうな、何を書けばって、そういうふうなこともいろいろと段取り、前文からこういうふうにやるんだよっていうようなことも教えても、最後の書くっていうところになかなかいけない。そこに何か断絶というか、谷があるよねっていうふうに皆さんおっしゃいます。私はそれがこれだと思ってます。結局文章のポイントっていうのは何かっていうようなところを意識するっていうようなところがないと、結局ね、書くっていうところにね飛べないんです。書くっていうところに飛ぶためには、要約の練習をすることが一番だと思ってます。で、今日はせっかく、来ていただいている皆さんですから、タイトル付け、つまり、これをやっとくと文章のポイントをね、
分かる方法っていうか、そういうふうなもの、どういうふうなものをポイントにするかっていうのが分かってきます。で、皆さん、クロワッサンという女性向けの雑誌ご存知ですね。知ってるね、知ってるね。クロワッサン読んだことないかな、ちょっともう今中高年の女性の方が、よく読んでるかもしれないけども、昔は大流行でした、若い女性に。これに料理の100文字レシピっていうのが載ってます。著者は川津幸子さんという方なんだけども、この料理は簡単で美味しいですっていうふうにいくら言ったところで、作ってみなければ分かんない、つまり見ただけで簡単と分かる方法はっていうふうに必死になってこの方が考えて作り出したのがこの100文字レシピ。たったの100文字だから簡単じゃないかっていうふうにね、皆さん思った。それでこれはとても人気の連載になって、後で100文字レシピっていう、文庫本だけでも本になってます。最初は、その説明文とレシピを手がかりにタイトルを考えてもらいます。レシピのタイトル1番目、料理の説明からいきますね。つゆにとろみがついていると熱い料理が平気な私もさすがにゆっくりふうふうし言いながらいただきます。するとお腹の底からポカポカ、昔の人の知恵はすごいですね。夜食にも優しい一品です。さてこの段階で、これはあったかい料理だね。で、昔の人の知恵はすごいですね。これはじゃあ昔からある料理だね。夜食にも優しい一品です。じゃあ軽いもんなんだねっていうふうな感じがここから汲み取れますね。なんかサラサラっと食べられる、そんなにお腹に応えない料理だっていうのが分かります。で、それの100文字レシピ。鍋にだし汁8カップ、砂糖大さじ2、塩小さじ2、醤油大さじ4を煮立てます、鍋にね。細切りの生いわ1パック、斜め薄切りの分け木1羽、分け木1羽ですから結構多いですよ。これをさっと煮る。このだしで煮るんですね。水大さじ3で溶いた片栗粉大さじ2でとろみをつけ、ゆでうどん4玉にかける。これ4人分ですね。だから1人1玉になります。いいですね。はい、この料理タイトルを考えてください。3分にしようかな。3分差し上げましょう。この片栗粉でとろみをつけてるっていうのは、これが一番のポイントね。そういう料理ってどんな料理っていう、その正解を出せる人がいたらなかなか古い人かもしれない。冬場になると大概どこでもうどん屋さんとかお蕎麦屋さんのメニューに載ってます。はい、じゃあ、分かった方。 あんかけとかじゃなくてですか。ほいほい、はい、あんかけ。非常にキーワードがポンと出てきました。ピンポンです。あんかけは OK です。じゃあこの料理名は、あったかあんかけうどんでしょ。あったかあんかけうどん、ちょっと残念ですね。だって分け木と湯葉があるよ。分け木と湯葉のあんかけうどん、はい、というのが正解です。これはあんかけうどんという言葉が出てくるかどうかっていうのは勝負です。いいですね。だからあんかけという料理の仕方を自分が知っているかどうかっていうのが基本としてあります。だからそういうところを、ちゃんと自分がさっき言ったように読んで知識を蓄えているところがないと、こういうものは出てこないという部分ですね。はい、では2つ目いきますよ。こっちの方はもっと難しいです。今度は料理の説明を省略します。レシピの中のキーワードに注目してタイトルをひねり出してください。これはそんな難しくありません。ただし、どういう料理なのかなっていうのをちゃんと考えてやってください。レシピ、バター大さじ2で玉ねぎ2分の1個の薄切りを7分炒めます。小房に分けたカリフラワー2分の1個も炒めて、水2か2分の1カップ、
固形スープの素1個を加え10分煮る。ミキサーにかけ牛乳1カップを加えて温め、塩小さじ1/2、胡椒で調味。さてこれなんだ。単純に考えてください。単純な料理です。はい、単純だからぼちぼちいきましょうか。はい、ではどうですか。シチューにしちゃ、シチューはやっぱりじゃがいもとか肉とかがいるよね。シチューじゃないよね、うん、他に分かった人。カリフラワーそう。ピンポン。はい、単にこれだけですだってこれって他に何も入ってないじゃん。カリフラワーが入ってる固形スープの素を入れてるスープです。カリフラワースープね、でもさっきから言ってるけど、キーワードに注目してください。今回のこれカリフラワーとスープの素って書いてあるんだから、カリフラワースープじゃない、はい、という話ですね。でもうちょっとこれは簡単だったんで、次はこうしましょう。以下の文章を10文字に要約しなさい。10文字以内です。安倍政権が今国会で最重要と位置づける働き方改革関連法案が衆院を通過した。高度プロフェッショナル制度以外も論点は多い。これで、私まとめたの58字です。この58字を10文字以内に要約してください。いいですか？これも2分差し上げましょう。はい。だから要約の仕方ってのもあるよね。だから新聞のこれはだから見出しです。はっきり言ってね。10文字以内ね。はい、ぼちぼちいきましょう。はい、どうぞ。働き方改革の衆院通過。はい、OK です。改革というか、これは働き、こうなります。働き方法案衆院通過。働き方改革法案としてもいいですけども、これで1、2、3、4、5、6、7、8、9でしょ。間に空白が入っているのを含めたら、これで10文字になっちゃいますよね。だから働き方法案衆院通過っていうふうに考えましょう。だからこれの一番の問題っていうのは、何がどうした、本当に、主語述語なんだけど、何がどうしただけです。これは、これが、働き方法案ですね。はい、では次でドン。以下の文章を10文字に要約しなさい。これは二通り考えてください。象印魔法瓶という会社はどういう会社かなっていうのとも考えながら、なんで、やってきた会社かなっていう、まあここにも書いてありますよね。ここから発展してこの中に出てこないところまで出ると大正解です。象印魔法瓶が5月創業100年を迎えた。魔法瓶で培った技術で保温機能付きの炊飯器製造にも進出、家庭を支えた。はい、これの、正しいというか一番近い見出しは何でしょう。正解いきますね。ドン。下、家庭支えた象印100年。これが一番の今のこの中で言うと正解。それでもうちょっと膨らましてねって言ったのが上の方です。家庭ほかほか象印100年、これがその時 の実際の新聞の紙面に載ったの上の見出しです。こういうふうに、なんていうのかな、ダブルイメージじゃないけれども、要するに象印ってどんな会社、家庭を温めてきたよね、家庭を支えたよねって、それってどういう言葉でやると一番分かってくるかなって、なんとなく炊飯器のジャーから湯気が上がってくるような感じで、家庭ほかほか象印100年っていうとね、ちょっとこの記事読んでみたいなっていうふうにみんな思います、ということなんです。で採用です。要するにとしました。要するに、要するにっていうふうに考えて、文章の、根幹、幹を意識する癖を続けてください。そうするとあら不思議、スイスイ書けるようになるっていうと言い過ぎかもしれませんけども、必ずそれまでよりはスイスイ書けるようになるはずです。
何を書こうかっていう悩む前に、自分が書きたいことは一体何っていうのを、どんなことなのだっていうふうなのを、キーワードは何だろう、中心的なことは何だろう、というふうに考えてください。何を私は書きたいのっていうところをね、それをしっかり煮詰めるとスッと書けるようになります。あとは枝葉をつけてください。だから、文章の幹、から枝葉を伸ばす、数分に、つけてくださいね。ということで、今日の私のセミナーを終わります。ご清聴ありがとうございました。